ザーム、こんにちは。厄介オタク、飛ぶ鳥アスカでございます。またですよ、トクオタですよ。まあそもそもオタクっていう人種がですね、ものすごく厄介な人たちっていう印象だと思うんですよ、世間的には。まあそれはそうですよ。だってとあるコンテンツとかね、キャラクターとか役者さんとか、推しに対する好きっていう気持ち、その人その人なりのこだわりが強くあるのがオタクっていう人種ですからね。まあ結構自分の中に芯があるというか、頑固な方々が多いなっていう印象なんですけれども、中でもね、トクオタ、特撮オタクと呼ばれる方々は、その全オタクの中でも特に特殊な人たちだなと個人的には思っていて、まあ僕自身トクオタですけれども、もう今回の話はですね、昔から一定数言われ続けてきていることなので、別に今回特に何があったってわけじゃないんですけれども、特撮出身俳優さんっていらっしゃるでしょ。ウルトラマン、仮面ライダー、スーパー戦隊から世間的な知名度が高くなって羽ばたいていった人たち、そういった我々からしたら神様にも等しい推しの対象である彼ら俳優さんに対しての特オタの評価っていうのがものすごい二極端なんですよ。例えばとある特撮出身俳優さんが、作品が終わった後も自分が出演した作品とか演じたキャラクターについて触れる、定期的に話題に出すっていうことをするとするじゃないですか。すると特オタからしたら、その俳優さんっていうのは売れてない、世間的な知名度もないからこすって、なぜかあやかってるっていう評価につながるわけですよ。かといって、またとある別の特撮俳優さんが、作品終了後に様々な映画とかドラマに立て続けに出演していって、世間的な知名度が高くなって、自分の原点である特撮に触れることがなくなったとすると、それはそれで黒歴史化してるわ、なかったことにしようとしてるわっていう風になるわけですよ。もうどっちに転んでも悪い方の評価にしかつながらないわけ。まあこれはね、僕もこれまでの特オタに関する動画で何回か同じようなこと言ってるんですけれども、いい加減にしなさいと。どうしたらいいんだと。本当にこれ前も言いましたけれども、特撮出身とはいえ一人の俳優さんですから、俳優さんの仕事っていうのは生涯通して様々な作品に出演して別々の役を演じていくことでしょ。だから我々からしたら趣味の世界で推しの対象ですけれども、彼ら俳優からしたら特撮のキャラクターっていうのは、まあね、中にはもともとファンだったとかそういう方もいるかもしれませんけれども、大抵の場合は他の役と同様、自分の中のキャリアの一つでしかないわけ、仕事の一環に過ぎないわけですよ。だからもう我々特オタと特撮俳優さんとでは、特撮っていうコンテンツに対する目線が違うんですね。それをまず特オタは分からなきゃいけない。だからこそ、特撮出身とはいえ俳優さんが自分が出た作品とか演じたキャラクターについて話題にすることがなかったとしても、それは全然不自然なことじゃないし、だってね、他にも演じてきた一般ドラマの役と同じように扱ってるから、いちいち話題にしないだけで、だから話題にしなかったから黒歴史化してるっていうのはすごく短絡的だし、かといって定期的に話題に出し続けてくれてる方々は、それはそれでその人なりの特撮に対する熱意とか思い出とかあると思うんですよ。そういったプラスな思いが、むしろ特撮からついてくれたファンの方々を優先的に大切に思ってくれてる俳優さんかもしれない。だからその優遇するじゃないけど、自分のきっかけというかターニングポイントになった作品として特撮に触れてくれているってことかもしれないのに、特撮は売れてないからあやかってると、特撮の力でまた売れようとしてるみたいなことを言う人が一部いるわけ。何言ってんだと。もう今なんか SNS 社会ですからね、芸能人の方々も多くが SNS 使ってる。この特オタの声がご本人に伝わってしまうこともあるかもしれない。特オタはこういう考えの集団だって思われてしまったらですね、もうそれこそ本編外のインタビューとか、なんなら役者さんご本人が運営する SNS アカウントなんか減ってっちゃうかもしれませんよ。つまるところ供給が減るわけですよ。本当に特オタの悪いところは、表面的なところでしか物事を考えられてないところ。これを言ったらどうなるか、こういうことを言う人が増えていったら演者さんや公式がどう動くか、どう変わっていくかっていうことを考えられてない人が多い。その結果自分たちの首絞めちゃうんですよ。イベントで規制が増えたりとか、 SNS をやらない俳優さんが増えたりとか。だからもし仮に本編外の俳優さんをフィーチャーしたインタビュー動画とかが減ってったりしたら、またそれはそれで文句言うんでしょ、きっと。で、僕が個人的に一番許せないのは、もともとその特撮作品のシリーズが大好きで一ファンだった人が俳優になって念願かなって出演した場合、結構いますよね、そういうパターン。有名どころで言いますと、鈴木福君とか浜田辰臣プロとか木原瑠衣君とか、大御所で言いますつるのたけしさんなんかもそうですよね。だから彼らは作品が終わった後も定期的に自分の出演作について話題に出してますけれども、それすらも役者である以前に一ファンだったっていう思いから個人的に触れてるだけなのに、触れてないとかあやかってるって言われてしまうのが本当にかわいそうで、だって彼らからしたら出演前後と全く変わってない熱量なのに、ひとたび出演してしまっただけで触れてない判定されてしまうわけです。で、僕自身ですね、昔からの夢が特撮出演だったんですけれど も今となってはこの特オタのムーブを見てると、叶わなくてよかったなって正直思うんですよ。僕なんかもし仮に特撮出演叶ってたとしたら、絶対に出演が終わった後も、絶対作品が終わった後もずっと特撮の話してますよ。だから絶対言われてると思う、飛ぶ鳥アスカは特撮の話しかしない、売れてない。僕としては昔から全く変わってない、間に1本出演が挟まっただけなのに、その後の僕の特撮トークは全部売れ
てない判定されるわけですよ。いや本当にそもそもの話をしますと、その俳優さん自身が売れてるか売れてないかっていう評価を特撮ファンがすること自体がものすごくおこがましいし浅ましいことじゃないかなって思うわけですよ。だってその俳優さんが売れてる売れてないってバイヤーが評価できることじゃないですからね。多分ですけど徳オタぐらいの一般人が言う売れてないっていうのはテレビに出てなかったら売れてないでしょ。自分の目に入ってきてなくて自分が好きな特撮ジャンルでしか目に入ってこなかったら売れてない判定すると思うんですよ。それがそもそも間違ってんですよ。僕自身ずっと芸能界に行きたかった人間ですから分かるんですけれども、役者って名乗れるレベル、芸能事務所に所属するっていう第一歩、そこに行くまでがそもそもものすごい大変なんですよ。すごいことなんですよ芸能事務所に所属って。その事務所所属を経てオーディション勝ち抜いて役名がついてるヒーロー役を演じてって、そこまで行っただけで、たとえその後その俳優さんが引退したとしても世間一般的なメディア露出に恵まれなかったとしてもやったやぞって、その人は一生胸を張れるキャリアを獲得してるんですよ。本当に芸能界での売れてる売れてないっていうのは知名度に比例しません。世間的に名前が知られてないから売れてない、テレビや映画に定期的に出演してないから売れてないっていうのがそもそもの大間違いで、例えばですけど舞台中心に活躍してればテレビにはほとんど出ないから世間的な知名度は全くないけど、一部業界内ではものすごい有名な俳優さんってめちゃくちゃいるし、僕自身が思う売れてる売れてない定義っていうのは、他に掛け持ちとかバイトをすることなく所属してる事務所を通して入ってくる案件だけで生活が成り立ってればその俳優さんは十分売れてると思うんです。安直に売れてる売れてないっていう言葉を出す前にそういうところまで考えてほしい。いや分からんわ、かつての自分の推しの対象だった役者さんになんでそう軽々しくも売れてないっていうひどい言葉が言えるのかがもう分からないんですよ。自分の言動には責任が伴うっていうことを自覚した上で特撮を応援していってほしいなと思いますし、僕自身またなんか人の振り見てなんじゃあれですからね、背筋が伸びる思いでございました。自分の言動には気をつけていきたいと思います。というわけでですね、また次回の特撮でお会いしましょう。バイバイ。